栃木県道75号栃木佐野線は、栃木県栃木市から佐野市に至る県道である。栃木市街地から道志南川地区、小野寺地区を経て、佐野市東部の犬伏地区へ至る路線。栃木市南川から佐野市までは、ほぼ、東北自動車道と並行している。しかしながら、栃木市と佐野市の往来には、県道11号栃木藤岡線始末が、 西部広域濃度県道67号起流、岩船線と栃木市太平地域を経由するルートが一般的であり、北へ大きく迂回する形状の本道はどちらかというと、裏道という位置づけが強い。なお、北関東自動車道岩船ジャンクションが本路線の至近に存在し、途中ジャンクションの下をトンネルで通過する。栃木市を通りから県道309号。 栃木環状線と交差するまでは、道幅が狭い。栃木市南川及び、栃木市岩船町、小野寺付近も、同様に道幅が狭く、拡幅、バイパス建設工事が行われている。それ以外は普通の片側1車線道路である。24時間自動車類交通量栃木市岩船町、小野寺付近交差する道路の突起がないものは、指導、ちょうど、ありがとうございます。